んこんばんは。今日もご覧いただきありがとうございます。前回は台風が迫る中台風の話題だったわね。そうでしたね。久しぶりの泣ける動画になりましたが、たくさん高評価をもらえて嬉しいです。まだ見てない人はチェックしてね。万全をつで、今日は何の話なの？今日は奈良時代のお話です。とその前に、今日はまず受験生に向けたお話をしたいと思います。受験生向け？そうです。高得点のコツというか、日本史をより好きになれる考え方についてです。ほう。奈良時代は短いので、私の動画同士でもリンクする話題が多いです。なので、この人の名前は別のところでも出てきたな、こう気づくことが増えてくると思います。実はこの感覚が日本史で高得点を取るコツだったりします。そうなのか。時代というのはいろんなことが同時進行しています。藤原の広次の乱の次が奈良麻呂で、という平面的な順番は大事ですが、そのメインイベントに登場しない人も同じ頃に遣唐使としてすでに名前が出ていたりするわけです。同時代の複数の歴史ストーリーを知った上でそれらがリンクしていればかなり有利になります。ちょっとよくわからないんだけど、何か事例をください。では、例題を出します。この二つの出来事で早いのはどちらでしょうか？また微妙なところだな。並び替えの問題で出てきてもおかしくないわね。多分この二つの年号を覚えている人はほとんどいないんじゃないでしょうか。この辺の年号まで覚えてないわよ。この辺の年号まで覚える必要はありません。このチャンネルを見ている日本史愛好家の皆さんはそんな解き方はしませんよね。奈良時代は、納豆食べて平城京、馴染みの時がわしのもの、の二つくらい知っておけば十分です。じゃあこの問題はどうやって解くのよ。日本史を映画を見るような感覚で、楽しく覚えていくためには、ストーリーとして見ていくことが大事です。教科書からしか勉強していない人は年号がわからない時点で閉店ガラガラです。じゃあこの問題が解けるストーリーとやらを聞かせてもらおうか。そうですね。この問題を解く上で、二つの出来事に共通する人物を割り出せればかなり楽になります。そんな人がいるの？はい、以前鑑真に関する動画を取り上げましたね。鑑真が苦労して6度目の挑戦でやっと日本にたどり着いたお話だったわね。鑑真と共に日本を目指した留学生の話は感動したわ。ぜひ見てくれだぜ。さて、鑑真は日本に渡ろうとしますが、様々な障害によって最初の5回の挑戦は失敗に終わります。その間に失明した話は有名ですね。そして6度目の挑戦で念願の来日を果たすことになりますが、その際にも大きな問題に直面しました。いざ船に乗ろうというところで、突然遣唐大使の藤原の清川が、やっぱり鑑真は連れていけない、と言い出します。鑑真の密出国がバレるのを恐れたわけね。そうです。清川の判断を責めることはできません。見つかったら国際問題ですからね。リスクマネジメントができる団長さんではあったわけね。しかし、20年近くかけてきた鑑真来日計画を最後の最後で終わらすわけにはいきません。大使の清川は鑑真の乗船を諦めてしまったわけですが、第3戦に乗船していた福祉、大友の小麻呂は違う考えを持っていました。最後の最後で中止するわけにはいかない、って感じね。そういうことです。この大友の小麻呂という人は直情的で融通がつかない性格でした。そうなの。現地でもそれを表すエピソードがあります。小麻呂らは長安滞在中に幻想皇帝の朝賀に出席します。各国の代表者が集まり皇帝への挨拶を行う儀式です。そして、当初その場に用意されていた各国の席順がこちらです。日本は西の2番目だったわけですが、東の1番に白木があるのを知って小麻呂は憤慨します。そんなに重要なことなのか。以前の動画で紹介した通り、日本と白木の関係は緊張状態にありました。それがちょうどこの頃です。小麻呂は白木は日本に強行する国だと言って東側に詰め寄り、赤順を交代させたのです。皇帝の目が届く場所でこれをやるのはすごいわね。とまあ小麻呂はこんな大事をやってのける人物なので、清川が鑑真を乗船させないと言った時も独断で行動してしまうわけです。遣唐使船4隻が日本へ向けて出航する際、第3戦を任されていた小麻呂は独断で鑑真とその弟子たちを船にかくまったわけです。大使の清川はもとより、他船のメンバーは誰もこのことを知らない中での行動でした。小麻呂のこの行動によって鑑真は来日を果たせたわけね。そういうことです。さて、今日は鑑真に関係した藤原の清川と大友の小麻呂のその後についてお話しします。その後。まずは藤原の清川、彼のその後については鑑真の動画でも少し触れましたね。確か日本に向かう途中に清川の船だけ遭難してしまったのよね。そうです。清川が乗る第1艘も他の3隻と同じく琉球到着までは順調でした。し
しかし琉球を出発して奄美を目指した直後、清川の船だけ風に流され、なんと現在のベトナムまで漂流してしまうことになります。遭難とはこのことね、遭難す。そして清川の船にはもう一人重要人物が乗船していました。誰だか覚えていますか？安倍の仲間ろね。そうです。安倍の仲間ろは以前から遣唐使として島に滞在し、就職して公職を歴任していた人物です。清川にはこの安倍の仲間ろを帰国させる役割もあったわけですね。しかし運悪く遭難した清川の船に同乗していたわけか。そうです。清川と仲間ろはベトナム漂着後に現地人からの略奪や殺戮に遭います。ただベトナムは島の属国だったので、仲間ろの人脈を使いながら二人は再び島の長安を目指すことになるわけです。しかしベトナムから長安の距離は日本列島が収まるほどの長さです。清川と仲間ろのおじさん二人はこの距離を陸路北上することになるのです。過酷さは私たちの想像以上よね。私もプー太郎時代にベトナムから成都まで移動したことがありますが、ベトナム北部から桂林の間は山がこんな感じです。偉いおじさん二人がこの辺の谷底を縫うように進んだのかと思うとすごいですよね。結局、清川たちは約3年もかかってようやく長安にたどり着くことになりました。奈良時代にこんな大冒険が起きていたのね。さて、長安に到着後、以前より公職の重役を担っていた仲間ろはすぐに公務に復帰します。一方の清川も仲間ろの仲介を受けて秘書省で公職に就くこととなります。この頃になると仲間ろの方は帰国を諦めていたのかもしれません。以後も島の地で公職の重役を歴任していくことになります。しかし、清川の方は日本への帰国を熱望していました。清川は日本へ向かう渤海市や新羅市を通して天皇への上奏文をたびたび送付しています。早く迎えに来てくれ、って感じか。なんか切なくなるわね。そして778年に約15年ぶりに遣唐使が派遣され長安へとやってきます。やっとお迎えが来たわね。待たせたなぁだぜ。しかし、この時にはすでに清川は死去していたのです。待たせすぎたぜ。結局清川の帰国は叶わなかったわけね。そういうことです。しかし、この時の遣唐使は清川の代わりにとある人物を日本へ連れて帰ります。とある人物。藤原の騎乗、ですね。誰やねん。清川の娘です。清川は現地で一人娘を設けていたわけですね。そうなの。というのも清川は島にいながら日本での官位は上がり続けていました。高貴な藤原一族の娘として日本で養うことにしたわけですね。そんなこんなで騎乗は遣唐使の第一線に乗って日本を目指すことになります。ところが、この時の第一線は遣唐使史上最大級の遭難をします。そうなの、ベトナム越えるのか。出航後しばらくして大嵐に襲われ、船は真っ二つに割れてしまうのです。ベトナムの方がいいぜ。これによって福祉の小野の岩根ら多数が犠牲になってしまいます。しかし、当時は木造船なので真っ二つになった後もそれぞれが浮いていました。騎乗ら約40名はそれにしがみついたまま鹿児島に到着というか漂着、無事、来日を果たすことになるのです。遣唐使ドラマティックすぎるわ。まあ騎乗の日本でのその後に関しては残念ながら伝わっていません。清川の娘として大事に養われたんじゃないですかね。さて、清川の次は大友の小麻呂のその後についてです。小麻呂の第三線も清川らと同じく琉球にたどり着きます。その後、清川の船がベトナムに流される中、鑑真を乗せた小麻呂の船は無事に帰国を果たします。小麻呂は鑑真を来日させた功により朝廷から官位を授かっています。彼の判断がなければ鑑真の来日は果たせてないわけだものね。今後日本で彼の存在感は増すばかりね。ところが、そういうことにはならないんですね。そうなの。この時日本の政治を牛耳っていたのはあの藤原の仲間ろです。出た。仲間ろは日本史上屈指の先見人物です。大友家の出る幕などありません。しかし、小麻呂も前述した通り直情的で融通が利かない人物です。小麻呂は先見を謳歌する仲間ろと対立するようになっていくのです。そして小麻呂は、とある人物と組んで行動を起こそうとします。とある人物。それがこの人です。立花の奈良麻呂。あれ、それって。そう、小麻呂は立花の奈良麻呂と組んで仲間呂を失脚させようと企てたのです。小麻呂も奈良麻呂と並ぶ首謀者だったのです。この立花の奈良麻呂の乱の顛末については以前動画でお伝えした通りです。未然に潰されたのよね。そうです。そして首謀者は激しい拷問にかけられました。あ。そう、大友の小麻呂も首謀者として拷問の末命を落としてしまうのです。これが鑑真来日を実現させた男の末路です。まさか鑑真の動画に出てきた人がこっちの事件にも関わっていたとはね。さて、このストーリーからこの問題の答えがわかりますよね。
大友の小麻呂という人物を知っていれば解けたわけか。鑑真を連れてきて奈良麻呂の乱で命を落とした人がいたわけね。そう、早い順に答えると順番通り、1、2、ということになります。その間わずか3年、どちらも後見天皇下での出来事でした。例題としてはちょっとマイナーだったかもしれませんが、要は、年号丸暗記するより日本史をストーリーとして感じてほしいということです。年号帳を眺めるよりも、漫画日本の歴史を読んだ方がよっぽど効率的だと思います。ストーリーからその時代の流れを知って下地を作ってください。授業や教科書は答え合わせの場、くらいの感覚になれば、そこで習う細かい用語は自然とインプットされてきます。とにかく下地とはストーリー、ぜひ授業で次の時代を扱う前にやってみてください。とまあ今日は受験生向けの作りにしてみました。今後も勉強法とか、そもそもここのところ解説ください、みたいなコメントももらえたら検討してみようと思います。今日もご覧いただきありがとうございました。また見てくださいね。チャンネル登録をお願いします。お願いするぜ。それでは今日はこの辺で。ごきげんよう。